こんにちは、リコです。今日で卵が来て4日目です。では今日も早速水替えを行っていきたいと思います。ではまず水道水の方から見てたんですけど、昨日とあまり差はないように感じますけど、この黒ごまのようなこの目が、若干はっきりしてきたかなと思います。では捨てていきます。やっぱり多少はなんかゴミみたいのモヤモヤしたものや無精卵になっている卵とかがあるので、やっぱり水替えは大切だなって思います。ダメだった卵は浮いてるんですね。僕はもうやめる。やめるとお前捕まるわけないんだ。信じられないよ母さんは。どうして最高なんじゃないの。俺の言うことが聞けないのか。父親だぞ。なら僕を止めてくれ。やめろって言ってくれよ。やめたことないだろ。はい、今日も4日目の水替え終了いたしました。はい、今日は5日目です。今日も、卵のお水を替えていきたいと思います。こう見ると目がちょっとはっきりしてきました。見えるかな。あまり見えにくいですね。でも黒いところがはっきり見えるようになってます。そろそろ生まれるんじゃないかと、とても楽しみです。明日あたりから水を変えるときは水面に張り子が浮いている可能性があるから気をつけないといけないですね。孵化してもとっても小さいので見逃してしまうことがあるので、十分に注意しないといけないと思います。今日5日目の水替えも終了いたしました。